エヴァさんです今日はスケートボード小さなスケートボードペニー22インチのウィールタイヤですねタイヤを変えてみようと思います初めてなのでうまくできるかっていうところからなんですがちょっと変わったウィールを購入してみたので交換してみたいと思います交換が初めてなのでまず交換用のグッズからですね工具を変えました 大体工具はなんかどれも似たような感じっぽいんですけどもゴムのとか違うプラスチックというか塩ビですかねこの部分が、えー、壊れてしまったみたいなことを書かれてるエビューを結構見たのでこのなんか一番よく使えそうなところは、えー、全部金属で繋がったものにしてみましたいいのか悪いのかはわかんないですあのドライバーもあるので一通り揃ったタイプだと思いますはい900円ぐらいでしたね そして、えー、はい、アリエクスプレスで買ったウィールです。えー、っと、出荷が多分、5月、5月8日なんですけど、結構早く届きましたね。注文してすぐ出荷されて、で、通関したっていうところまでが13日で、あっ12日ですね。で、次の日はもう届いていたので、えー、っと、8日から1週間ぐらいで、 届いてきた感じも、えー、ともとは到着予定が23日ぐらいになっていたので、えー、と15日、まあ、2週間今日っていう予定だったのが1週間もかからずに届いてきたって感じです <laughs> 箱にそのままウィールが入ってる感じですね何なのかもわからない状態で入ってます まあ新品は新品ですね。で、この特徴的な、この並々になっているものなんですが、まあ、何かに似た、まあ、サメウィールなんでね、はい、ものだと思います。もうパッケージとか何も入らずに、ただただウィールだけが箱の中に入って送られてくるという、説明書も何もないですね。 でえーまあ、このウィールもちょっとサイズとかを測ってみましょうか。その表記上は、えー、サメウィール 70mm ってなっていて、で、えっ、ー、と、まあサメシャークですよね。まあ、あの例のやつは 60mm と 72mm とあるみたいなんですけど、これは、これ,なこれ何センチって言えばいいの ?70mm はないですよね。65ぐらいかな うーん一番長いところで67かな67ぐらいですかね67ミ、mm、リぐらいでえっ、ー、と幅が一番長いところ55とかそんな感じ60ないぐらいですね幅うんなのでやっぱりちょっと幅も長いのでこれに交換をしていってみたいと思います デッキの高さが103ミ、mm、リ。標準の場合103ミ、mm、リですね。でえっ、ー、と、ウィールの上からデッキの下との間が32ミ、mm、リ。後ろ、リア側に関しても、まあ大体同じような感じですね。あまり差がある感じはしませんでした。そして、えっ、ー、と、サメウィールを履いた状態で、デッキの高さが109ミ、mm、リ。 で、デッキとの間が27ミリ。計算が合わない気もするんですけど。はい。うん、で、えっ、ー、と、標準のウィールの幅は45ミリでしたね。で、飛び出ているのは、まあ、このぐらい。20ミリちょっとぐらいですかね。で、サメウィールにすると、うん、もうちょっと飛び出る感じですかね。で、乗っかって、えっ、ー、と、ちょっと重心をずらして、えーまあ、まポンピングするときに、今、まあ、斜めになる感じ。 っいうと、えー、標準の場合は重心ずらして、敵との間がたい20ミリぐらいまで。クリアに関しても、まあたい20ミリ強ぐらいですかね。隙間があると。で、サメビールの場合は、えっ、ー、と、はい、プルプルしてますけど、サメビールの場合は、だいえい、ー、もう少しいいかもう少し多分いくんで、 まあ、10、頑張って次15ミリぐらいですかね。うん。プル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 っと。まあ、後ろもまあ、そんな変わんない感じ。実際にサメウィールを履いて、何度か乗ってきました。一番大きな違いは、ウ、え、ィ、ー、ールのサイズが変わったことによって、えー、まあ、高さが変わる。 えとデッキの高さが、えー、と数ミリ上がったことで感覚がすごく変わったなっていうのとちょっと早いかなちょっと早くなったかなっていう感じがしましたこの速くなったのは、えー、とウィールが大きくなったっていうこととあとはもしかすると摩擦が減ったっていうことかもしれませんあとはアクロに強いっていうことなんですけど確かに小さな小石小さな小石を踏んだ時の挙動は確実に違いました 今までの場合は、えーまあ、引っかかってしまうというかその小石を弾いて進むっていう感じはなかったんですけど、まあ、たまたまかもしれないですが、えー、今回小石を踏んだ場合にはちゃんとパチッと弾くような形でその止まらずに前に進めたっていうのはありましたでえっ、ー、ともう一つ悪路に強いというところで、えー、とまあ振動がちょっと減るのかなみたいな、えー、これはウィールの硬さが少し柔らかくなることで そのアクロの時のあのちょっと足が痺れるような感じというかその、えー、細かく揺らした時の足の感じっていうのがなくなるのかなという期待も少しあったんですけどもそれに関してはあまり変わらずでしたまたえっ、ー、とまあそこそこのちょっとくたびれたアスファルトの上が走りやすくなるっていうこともそんなに目立って走りやすくなったかっていうとそんなこともないのかなとただえー まあ、標準のウィールに比べてダメっていう感じは一切なかったので自分の、えーとまあ、プッシュとポンピングぐらいの乗り方で言うと良、まあ、くなくなったっていうことはないのでまあ、えー、サメウィールですねサメウィールに関して、まあ、悪いイメージっていうことは特になかったですで、えー、と交換の時に少しやらかしてしまったかなという、えー、と初めて で、かつ、まあ、適当にやったので、そのベアリングをウィールから外すとき、まあ、こちらは特に問題はなかったんですけど、えっ、ー、と、まあ、工具を突っ込んで引っこ抜くみたいなことをやって、まあ、怖いなと思いながらも、まあ、それは特に問題なかったんですけど、えー、サメウィールに、ベアリングを戻すときですね。ベアリングを戻すときに、工具を使って、えっ、ー、と、押し込んでいたんですけど、なかなかちょっとうまくいかないなと思って、 ええと、その、ベアリングの鉄の部分じゃない、まあカバーの風にちょっと押し付けてしまったのがあって、ちょっと回転が良くなくなってしまったかな、ということをしてしまいました。 あれはそもそもが本来、本来っていうと、まあ、器具とかもあるっぽいんですけど、そうではなくて、装着する部分ですよね。えっと、なんて言いましたっけ。トラックの、えー、シャフトのところを使って、えー、ベアリングと、あの、なんて言うんでしょうね。あの調整するのかよくわからないですけど、なんか筒が入ってるんですよ。その筒も入れた状態で、ウィールの方を押し付ければ、まあ、どこもへこんだりせずに、きれいに入れられると。 ちょっとサメビールのえっ、ー、とまあベアリング入るところちょっと狭いんじゃないかなとは思ったんですけどまああんなもんなのかなっていう気もしつつはいちょっと本物の本物のって言うとあれなんですけどえっ、ー、とサメビールじゃなくてえっ、ー、と英語の方ですねのウィールだと何か違うのかっていうのはちょっと気にはなるんですけどまあただサメビールでまあとりあえず小石を弾くし えーまあ、回転というかまあそれっぽい感じになっているので当分はこれで乗っていこうかなと思ってますあのちょっと滑りが悪くなったかなっていうベアリングも全然問題なく、えー、回っているのでしばらくこれで乗っていってみようかなと思ってます初めてのウィール交換はこんな感じでした、うん、まあね全然あのちょっと失敗したとはいええー、それでも 簡単だったので、ウィールの交換自体は、まあ、誰でもできるんじゃないかなというふうに思いました。はい。で、えっ、ー、と、そうですね、その高さで、えっ、ー、と、まあ、ウィールバイトっていうらしいんですけど、あのバンピングするときに大きくなったタイヤにぶつかって止まってしまうみたいなことっていうのも、まあ、自分のレベルでは全然発生しなかったので、えっ、ー、と、70mm の サムウィールつけても特に問題はなかったです。はい。今日はこんな感じで。もう少し、えー、いろいろと。乗ったりしてるのが、えー、と夜間のことが多いので、乗ってるところっていうのは、まあみっともないっいうのもあるんですけど、<laughs> 乗ってる姿っていうのはちょっと映せてないんですが、はい意外、意外にいい感じだったかなと思ってます。はい。じゃあ今日の動画はこんな感じで、また次の動画で。